この間ある東京のね、あのお医者さんでね、まあ、いわばその詳しく言ったらすぐ分かるから、専門スーパードクターって言われる先生ですわ。体の中のある部分についてはもう忍法ナンバーワンという先生で、その先生はうちのね、まあ、いわば新藤さんですけど、院長室に行くとちゃんとうちの大僧長が指導した通りの神棚がバーンと、この間本当に久しぶりにね、元気ですかって言って電話かかってきて、本当に私は栗原文夫さんのおかげで本当に無事にさせてもらってます、で本当にありがたい、そうやってはっきり言われる、お医者さんがですね、お医者さんですよ、もう有名な医者です。やっぱりね、医者でもね、そう手を合わせる心がある人はやっぱすごいよ、すごい。で、そういうお医者さんにやっぱ嫉妬してもらいたいと思うな。また俺ね、すごいなと思うのは、そういうドクターからね、つまりその高いレベルにあるドクターから、この方は信じれると思われた大僧侶、すごいよなと思う。そうですね、うん、その道の超一流ですよ、うん、この人はすごいなと。それがね、誇りですよ。いないよ、そんな人もね。九州のある例ね、例の人におごましてもらって何も起こらなかったんですけど、こちらではおごましてもらったら、ご祈祷していただいたらいくらかかりますか、九州のそのホニャララさんでやってもらったらいくらかかったのって聞いたら200万です。まあ、200万でもいいよ、結果が出れば。ね、200万でも300万でも結果が出ればね、まあいいんですけど、治ったので、どうもお医者さんも治せなかった病気が治ったので、まあそれはいいんですけどっていう、こういう言葉が来るじゃないですか。でも何も起こらなかったら萩みたいなもんじゃないですか。そういうことが多いと思います。そういうことが多い。で、まあ一応俺はまあ他の動画でもね、まあうちのクリカラ同士ではまあちょっとお高いって言ってるけど、その九州の農家さんに比べたらもう全然違いますよ、もちろん。一応常識の範囲内ですか。めちゃくちゃ良心的な内容です。